はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ジャンプショップで購入してきたもの、こちらをね、開封していきたいと思います。はい、もうすでにね、ずらっと並んでますね。作品が4作品。ドラゴンボール、ワンピース、ルローニケンシン、ハンターハンターと。はい、結構ザックバラにね、はい、購入してきました。はい。まずね、ワンピースは、アクリルフィギュアコレクションみやび。はい。こちらが全12種ということですね。はい。まあ、こちらと、あと、ドラゴンボール。こちらがですね、はい。コレクション缶バッジ。全20種。うちレア2種ということでね。はい。こちらが3つ。ワンピースは5個。はい。で、ルローニケンシン。これもコレクション缶バッジ。はい。全20種。うちレア2種、はい、ドラゴンボールと一緒ですね、はい、これは3つ、はい、でハンターハンター、こちらはスケッチシリーズアクリルキーチェーン全8種、はい、それが2つ、はい、あります。ということでね、順番的にどうやっていこうかな。まずルローニケンシンからいこうか。ルローニケンシンから開けていきたいと思います。まあ、狙いを申しますとですね。はい。ここにラインナップがあるんですけれども、ケンシン、斎藤はじめ、あと、獅子王誠。そこら辺狙いかな。まあ、あと、このレアだったらね、2つ。このレア欲しい。レア出たら、一種でも出たら勝ちですね、これね。はい。ではね、早速こちら開封していきましょう。はい、では早速一つ目いきます。せーの、あ、カオルとケンシン、はい、こちらのカップルですね。はい、こちらが出ました。うん、これもいいんじゃないですかね。うん、これですね、剣心と神谷薫、はい、がこれ、はい、はい、では2つ目いきます。せーの、嘘でしょちょっと待って、全20種ですよ。全20種でなぜかぶるすげえ確率でいきなりダブルってまあいったね。はい、ルローニケンシンも残り一つ、はい、頼む。レア来たら全部チャラ出せ。いきます。せーの、あ、はいはいはい、これなんだっけ、キャラ名忘れたな。めぐみ、これめぐみだっけ。うん、なんて読むんだろう。いや、キャラ名がいまいち分かってないな。はい、いや、ちょっとこれは私の中では外れですね。はい、はい、ではね、続いてはハンターハンター、こちらのアクリルキーチェーン、こちらはね、狙いはもちろんキルア、もうほぼキルア一択なんですけれども、ヒソカでもいい。ヒソカ、そうだな、この2つ狙いだな。はい、早速開封しましょう。はい、ではいきます。キルア来い。せーの、わ、最悪だわいや、最悪っていうのもちょっと申し訳ないんだけど、いや、これゴレイヌ一番ちょっと外れですねガチか、マジ。はい、ではラスト、これでキルアが来てくれたらもうチャラですよ。はい、いきます。せーの。いや、ちょ、マジマジマジ。これマジですよ。これ笑い取りたくないな、こんなところで。いや、きついわ、これ。はい。続いて、ドラゴンボールコレクション缶バッジ。こちらもね、レア2種狙いですね。ブーと、孫親子。こちらのレア狙いで、
まああとはドラゴンボールだから外れはないっちゃないんだけどね。はい、とりあえずレア狙いで開封していきたいと思います。はい、ではいきます。1個目、せーの。あー、その中でもブルマだけを引くかこれはこれはまあ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 1個目ですから。はいはい、では2個目いきます。せーの。お、これはなかなかいいじゃないですか。シェンロンと悟空ですよ。初期のドラゴンボール、いいですね、イラスト。はいはい、ドラゴンボールの缶バッジもラスト1個、頼む、レア来てくれ。せーの、フリーザいやー、悪の帝王フリーザですね。いや、これはこれでいいですけどね。うん、そんだったら対になる悟空も欲しかったな。はい、フリーザ。はい、ラスト開封、ワンピースアクリルフィギュアコレクションみやび。はい、こちらを開封していきたいと思います。こちらはね、狙いはもちろんゾロ十郎で、続いてヤマト、はい、でサンゴロウ、あとユースタスキットかな。はい、まあでもね、正直ゾロ十郎とヤマト狙いの、はい、2点で開封していきたいと思います。はい、ではいきます。1個目、せーの。あー、おでんですね。はい、おでん、あ、なかなかいいですね、アクリルフィギュア。うん、おでん。はい、では2つ目いきます。せーの、きた。いい、マンドウ全部外れ引いてきたから、まあほぼほぼね、ほぼほぼ外れ引いてきたんで、ここに来て一押しのゾロ十郎、これはでかいですよ。いや、これマジ報われるわ、やったぜ。はいはい、3つ目、あとはヤマトが来てくれたらもう完璧ですよ。もうこれ、これ全部をひっくり返す。はい、いきます。3つ目、せーの。あ、犬嵐。あ、犬嵐ね、まあ数論化した犬嵐ですね。かっこいいな、これはこれでありですね、犬嵐。うん、かっこいい。はい、4つ目いきます。来てくれヤマト。せーの、マッチュ。あ、サンゴロウ、いいね、サンゴロウ来た、三押しのサンゴロウおー、いいね、ゾロ十郎と並べられますねはい、サンゴロウ、これも当たりですね。はいはい、ラストですね、もうすべての開封のラストと言っても過言ではない。頼む、これでヤマト、大鳥はもうヤマトで締めさせてください。はい、いきます。せーの、どうです、この引きの良さ最後の最後でこのヤマトを出すっていうね、いや本当に来るとは思わなかったけどやったぜ、報われるわ、ヤマト来たぜ、二押しのヤマト、やった。はい、ということでね、もう作品4作品はい開封してきましたが、まあね、最後の最後でもう欲しいのがもう3つ出ましたね、ゾロ、ゾロ十郎、サンゴロ、ヤマト。はい、いやもうね、ハンターハンターのゴレイの2連発は泣きそうになりましたけどね焼きルア欲しかった、もう2個ぐらい買っとけばよかったかな。
はい、まあ流浪に剣心でもねいきなりダブったんでもうこの幸先悪いなと思ったんですけれどもね、はい、ということでね今回の開封劇は以上になります。これからもねこういうね開封ブラインド品の開封とかね率先して購入して開封していきたいと思いますんでね、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。